はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は好敵手怒り守るデビューガチャですね、こちらを引いていきたいと思います。守るくんのさらに別バージョンということで、好敵手は球速のね上限アップがついておりますので、まあ、サクスペでは初キャラになりますね。球速上限アップで、得意練習は球速とね変化球を持ってるので結構使いやすいキャラになってると思います。で、金徳は勇猛果敢か、オリ編のオリ編というかオリストか、オリストのカイザーライジングで、カイザーライジング取るときは、これはオリジナルストレートしか取れないので、まあ、最近ね割とオリジナル変化球とかオリジナルストレート取ったときに金徳も一つくれるっていうキャラもいますけれども、まあ、今回はどっちかというところになってます。で、あとピックアップキャラとしてはね、多分今暁大の、強化が来てますので、中前の一ノ瀬と、二宮がピックアップキャラとなってます。で、やっぱりね、怒り守るに関してはかなり別バージョンが多いので、正直 PSR1 枚取れれば、まあ、なんとかなるかなというところになってまして、一応 PSR の可能性としては 60連目が確定で、70連目が10キャラの中から PSR1 枚確定というところなので、まあ、ここら辺で取れればかなりいいかな。もちろんね、初回の PR 以上のところで PSR 来たり、50連の SR 以上なんでね、ここで PSR とかが来てくれるとめちゃめちゃいいんですけれども、まあ、ポイントとしてはやっぱり PSR の怒り守るが取れるかどうかという感じになります。一応厳選30キャラのみ、出現する形となってます。じゃあここはもう70連まで引いていきましょう。まずは10連目、またここでね1個目で虹玉が来ると、まあ熱いは熱いけど、例によって何にもない。とりあえず、まあ、PR なんだけど、まあ、母体はね正直普通の怒り守くんとか、まあ、暁守もね結構余ってるからね、そういうのをぶっ込めるんで、まあとりあえず1枚だけでもあれば解放は進むと思います。で、しかも怒り守くんね、普通に覚醒対象キャラで技術とやる気アップがつくんで、まあ、覚醒させて PSR で使いたいよねっていうところ。ここはなんか久々に見たな、なんだっけ、縛りを持ってるキャラだよね、名前忘れてた、名教の人、ちょっと名前だけ、あ、そう、異能だ、異能異能もでもなんか名教の強化が来た時に別バージョンが出ましたよね、アプリの方で。アプリはもう本当にただ情報だけ見てる感じなんで。じゃあ30連目、ここも SR 確定です。基本的に20連以上は全部 SR が確定してんのかなと言っても確定枠しか出ないけど、ちょっと一応ね小さく書いてあるけど、50連目以降は、あれ、これなんか暁キャラばっか出てくるなと思ったけど、そう絶対暁キャラってわけではない。50連目以降はちっちゃく書いてあるけど、 SR、PSR 出現率が2倍になってます。まあその2倍になってもね、結局出るか出ないからだね。2倍になってても出なかったら結局何の意味もないっていう悲しい感じ。ここ2つ、二宮でも結構持ってけそうだね。さっきも出てたからね。あ、一ノ瀬も出てる。一ノ瀬もまだプラゴにはなってないんで、今日か暁台ね、仕様が変わったんで、ちょっと十血入れてやりたいはやりたいっすよね。で、虹が出てるよ。これはまた例によってキラーンが来た。1枚だけ、最初の1枚だけでいいです。入ってるよね。そう、入ってるんだよ。うん、これは普通に SR です。いや、まだ可能性はある。いや、ここじゃないか、スス、ここだ。あ、 PSR か。まあまあまあ、でも二宮だったら全然解放できるんでいいでしょう。
二宮いくつだっけ今。でももうプラ4とかだったはず。この PSR をぶっ込めば終わりかな。じゃあ、60連目。ここは PSR 普通に出ます。ので、まあ、虹が来てる。まあ、キラーも普通に入って、あとはキャラが誰か。おお、2枚入ってる。まあ、2倍が効いてるって感じ。これなんだっけ、石神。あ、二宮これも絶対いったな。てか2枚入ってんじゃん。よくよく考えれば二宮はもう確実に PSR プラボに持ってけますね。あと70連目、ここは厳選10キャラ一応ちょっと見とく。厳選10キャラはこっちじゃない、ガチャ詳細。ここが30キャラの中で、厳選10キャラは好敵手がいて、従前がいて、二宮がいて、あと暁も普通にいますね。で、暁の進むくん、ときめきみおちゃん、明神か、明神欲しいな。で、石神くんもいて、エクちゃんと渚ちゃん。渚ちゃんもね、でも最近はちょっと使わないからね、本当に練習に出てこないっていうのが結構厳しい。まあ、10分の1は10分の1か。好敵手守る、まあ、最悪借りればいいっていうのがあるからね。ときめきみおちゃんはもうね PSR プラゴなんだよね。明神が全然出てこなかったね。そういえば明神レベル上げたいんだけどな。最後に R が2枚だけ入ってると、いうところになりました。ということで、じゃあちょっと守るくんについてはお借りして、暁台ね、強化は結構仕様が変わってるみたいなんで、やっていきたいと思います。じゃあ今回の動画はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。